今日はリードギターに千貝くんをお迎えして、マーチンシュマンのブギーバンド、さっき聞いたと思うけど、ハーシーズです。よろしく。
のギターに世界君をお迎えしてやっております。次は全ての若きバカ野郎ども。グラムロッカーが土下座ってね。ありがとうございます。お前もかけろよ、帰ってよし。また最後の曲で出てもらいますので、ここから俺の天下だよ。ここからね、ここからまた俺のトークでね、また30分ぐらい喋ってね、ラマモの人は怒られるんだよ。もう終わりなんですけどって。とっとと次の曲いきます。デカダンス黄金期落ちたって曲をやります。Let's go.
ハッシーズといえば、ハッシーさんのバンドです。オンベース、ハッシー。ジェラシーですね。何よ、ムキ。そうです。そして、僕たちのドラマーは秘密駅でございまして、12月に、11歳になりました。オンドラムス、モモゾウ。俺より人気あんじゃん。若い目はね、まだつんどかれておりませんけど。そして僕があの変態グラム仮面でおなじみの、愛ちゃんです。よろしくお願いします。
で、なんですけど、次はですね、僕たちの、僕たちと発信するグラムロックバンドなんです。僕たちのこのグラムロックに対するこう熱い情熱がですね、こう空回り、空回りしちゃダメだ。空回りはしてないんですけど、僕たちのグラムロックに対する熱い情熱がですね、込められました。電流ブギーという曲をやるんですけども、この曲、ですね。ちょうだい、ちょうだい。ちょうだい、ちょうだい。知ってんだ。知ってんだ。すげえな。ちょうだいちょうだいしてくれたら、僕がちょっと興奮します。あ、子供がいるんだった。ダメです。やめてくださいよ。ダメです。じゃあ電流ブギー、俺たちのグラムロック禁止と、電流ブギーをやります。Oh!
ちのあのグラムロックに対する熱い思いが、大いに空回りした、もっとだフープルという、もうタイトルからネタバレしておりますけども、もっとだフープルという曲をやるんですけども、さっきの曲はね、もうあのちょうだいちょうだいだったんですけど、次の曲はね、あのもっと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 もっ2回目だった。行きますよ。じゃあ、あの、僕たちのロックンロールに対する熱い情熱を込めた、もっとだフープ、あ、そう、もっとだフープル、あの、僕たちがやってることをパクリだとかいう人がいるんですけど、僕たちのはオマージュでございまして、こうロックンロールのこう熱い先人に対するこう思いとか、そういう、あれを、あれやこれやで、もっとだフープという曲をやります。
もっと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 ちょうだいよロックンロールということで、もっとダフルプルでした。みんながね、みんながすごく思ってた以上にもっと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 って言ってくれたんで、すごい盛り上がりました。ナイス客客客客客ナイス客。私の思い出っていうバンドのパクリなんだけどね。ごめんね、森山くん。客客ってなんだよ。あのみんながね、もっと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 って言ってくれたんで、今夜は帰ってホットモットの弁当を食べたいと思いますけども、でもホットモットのね CM ソングも狙ってるんですけどね、僕たちこのなりじゃちょっと無理かなってなりまして、なんかめっちゃ異物とか購入してたの。あのすいません、お弁当につけまつげ入ってたんですけどみたいなことなりかねません。ちょっと笑いすぎるわあなたらしい。ちょっとそれではね、最後に、もう一回、世界くんを呼びまして、最後の曲をやりたいと思います。世界くん、イエーイ。世界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 、大阪出身なんでね、今日はアホなんですよ。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。町一番のブギーバンドハーシーズでした。イエーイ。最後にこれまた、僕たちのグラムロックに対する熱い思いをぶちまけました、ロックスターという曲をやります。
Mesmer, 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 Mesmer,